フランスで開催されているラグビーワールドカップで、日本が堂々の2勝目を飾りました。ロマロ・レメキが最優秀選手のタイトルに輝いた。外国メディアの反応はさらに冷酷だった。明るい。絶対的な力。破壊的なフォルム。パワーと精度。現地9月28日、ラグビーワールドカップのプール D で日本代表はサモアと対戦。終始リードを保ち、3つのトライを決めるなど28対22で勝利した。今大会の成績を2勝1敗として9ポイントに到達し、暫定ながらプール2位に浮上している。この一戦を速報で伝えたのが英公共放送 BBC 電子版だ。エネルギッシュで見せ場の多い展開の中、両チームの明暗が分かれた。日本はバンカーレビューだった堀江、翔太がイエローでとどまったのに対して、サモアはベンラムが同じくバンカーレビューで退場処分に14人になった相手に対して、その直後に日本はトライ、49分、を奪ってがぜん優位に立った、と論評。その上で、ジャパンは攻撃のバリエーションも豊かに猛威を振るった。終盤はサモアの反撃を食らったが、しっかりと勝ち切った。ラグビーの魅力が詰まった素晴らしいゲームだ、と評している。日本は10月8日の最終戦でアルゼンチンと激突。勝利すれば文句なしで、2大会連続のベスト8進出が決まる。